小さないちごを使って甘いジャムを作ってみましょう。緑色のヘタを取る前にお水でさっと洗います。次にヘタを取ります。包丁で切ってもいいのですが、いちごは柔らかいのでスプーンでも取れますよ。ヘタを取るときはなるべく赤い部分を取らないようにするともったいなくないですよ。いちごが赤くなる前のまだ白いところもジャムになります。このいちご見てください。ちょっとぐじゅぐじゅになって潰れていますね。これは傷んでいるかもしれないので取ってジャムにしましょう。次にいちごの重さを測ります。いちごの重さの半分の量のお砂糖を入れます。 230g あるのでお砂糖の量は半分の 115g 入れます。お砂糖を測りました。 115g です。お砂糖が少し多くても少なくても大丈夫ですよ。次にいちごを手で潰します。ビニール袋が破けないように気をつけて潰してくださいね。いちごのジュースがいっぱい出てきますよ。あ、潰れてきました。もういいかな。あっという間に潰れました。いちごのジュースが袋からこぼれないようにしてくださいね。お鍋にいちごとお砂糖を入れました。いちごジャムをきれいな色にするためにレモン汁を入れます。量はほんのちょっとで大丈夫です。火をつけます。火は中ぐらいの強さの中火です。焦げないように木べらでかき混ぜます。煮ていると白い泡が出てきます。これをアクと呼びます。アクがあると白い筋の入っているジャムになってしまうので、アクは後で丁寧に取ります。トロトロしてきて作り始めた時の量の半分ぐらいになったら火を止めます。アクをそーっと取って出来上がりです。ヨーグルトにいちごジャムをかけてみました。手作りいちごジャム、簡単なのでぜひ作ってみてくださいね。